どうもこんにちは。ロッキーです。今日紹介する商品がこちらです。今日の動画は車の動画だよ。これでかすぎてカメラに映んねえわ。新しいフロントグリルを購入いたしました。まあね、つけるのはねめっちゃ簡単なんで、クリップで止まってそれをポッ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 って外してポッポッポッってつけてもう終わりです。もうただそれだけなんだけど、まあ動画にしようと思って。はい、それではステップワゴンのグリル交換、レッツトム。はい、それではやっていきます。グリルは、こちらになりますね。これを今回交換していきます。見える？で、これがでね、よく見てもらうと分かるんだけど、めっちゃ、ほら、塗装が汚いですね。はい、爪でバリバリ割れちゃいます。やばくないこれ。とりあえずこの元のやつを外していきたいんで、クリップを1、2、3、4、5、6、これを取っていきます。クリップは簡単にこうやってクイッて上げて、あとは下からこうやってクイッてやれば取れます。はいはい、上のクリップが取れたらこういう感じで動くんで、次は下のクリップね。下のクリップが1、2、3、4つついてますので、これを取っていきます。じゃじゃーん、取れた。でかっ。さらにぐるぐる巻きにされてあるという感じね。あ、まだいた。じいちゃんまだいた。やっと来たよ。どうです？もうダサい跡ある。割れてる跡。アメリカだからしょうがないですね。これ使っちゃうな。邪魔だから。そうですね。おお、いい感じじゃないの？はい、グリル作り終えました。さっきね、なんか隣のじいちゃんがみかん取ってて、なかなかこう喋れなかったんですけど、まあいいや。それでつけ終わりました。どうでしょう。あ、これだけじゃね、あ、これだけじゃちょっとつまんないんで、もう一つやっていこうと思います。見てください、じゃーん、これ買ったサイコロ。これはワイパーのねとこにつけるやつです。 OK、 はい、つきました。寒すぎる、やばい。とりあえず終わりです。終了。ちょっと待ってて。いやさ、もう何これ。メルカリでさ、まあ送ってくるなら、まあね、雑じゃないこれ。もうぐるぐるだよ。もうちょっと綺麗にね、梱包してくれたらなとか思うんですけど、剥がすの一苦労なんですよ。いや、だるいって思いながらやってるっすよ。これって何、ダンボールになるのか分かんないんだよね。なんかこの薄い紙みたいな、ダンボールあってる。ヒロッキーの地域さ、あの分別に超うるさくて、分別めんどくさいのにね、こんなね、うまくにしたら困るんだよとか言って、ね、超大変だよ。もう30分ぐらいこれやってるよ。絶対この人 B 型中の B 型。あ、意外と A 型だったりするかも。こういう雑な感じ、 A 型ほど雑なものはない。意外とね、 B 型の方がちゃんときちんしてるから。さっきカメラ落としてさ、もうカメラぶっ壊れたと思ったよ。ピントが合わなくて、カメラ落とした瞬間もう全然拾ってさ、こうやったんだけど全然ピント合わなくて、あ、死んだと思った。よかった、治ってよかった。治ってよかったよ、パナソニックさん。パナソニックね。
はい、なんだかんだ話したらテープが取り終えました。いや、分別マジで良さだった。頑張ったよ、分別頑張ったよ。このゴミの塊やばい。はい、無事終わりました。いや、疲れたよ。もう片付けもね、もうね、片付けの方が大変だったよ。どっちかって言っても、つけるよ、片付けの方がもう大変でした。やっぱね、車のね、どっか一部がね、変わるとね、気分良くなりますよね。芳香剤変えただけでも結構気分変わるじゃないですか。それと同じで、どっか車の一部がね、変わるだけでだいぶって気持ちが違うんですよね。じゃあ終わりです。久々にペンペンを召喚します。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあ次の動画まで See you, bye!